6章ではあと2つエリシャのドキドキするような体験を見ます。エリアとは違いましたが、エリシャは素晴らしい預言者でした。エリアのミニストリーは公的でした。エリシャのミニストリーはもっと個人的でした。彼がアラム軍の将軍ナーマンをどのように扱ったかを見ました。エリアは目覚ましい人物でした彼は天から火や雨を降らせました。エリシャは静かな人でした。彼はスポットライトを避けました。でもどちらも神様の時に活躍した神の人でした。浮かぶ斧の頭の奇跡ほど一人の人と一人の預言者の性格を明らかにしている奇跡は他にないと思います。第二列王記6章1節、預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので。さて、これはエリシャの人気のほどを物語っています。彼は神学校、つまり預言者の学校で教えていました。学校が大きくなり、もっと広い場所が必要になりました。これはエリシャがいるためと、また彼の人気のためでした。どのような学校でもその強さと価値とは、そこで教えている人たちの人格と能力によると私は感じます。とりわけクリスチャンの学校で大切なのはメソッドではなく人間です。さて、彼らが何をしたかに注目してください。学校を大きくするために彼らは言いました。第二列王記6章2節、ヨルダン川に行きましょう。そこから命名1本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょう。というと、エリシャは行きなさいと言った。学生たちが自分たちで学校を建てたのです。私たちの時代にはそれは普通のことではありません。今日彼らが学校を終えることができるように何もかもを学生に与えなければなりません。そしてそれが学生たちに合わなければ彼らは反抗するのです。でもこれらの学生たちはに仕事をするために出て行きました。そしてエリシャは彼らを励ましました。第二列王記6章3節、するとその一人が、あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って、これは新鮮でドキドキするような説です。これは魅力あるエリシャの性質を垣間見る言葉です。彼が学生たちに人気があったことを示しています。ついでながら、学生たちは普通、学校のキャンパスの外に教師を連れ出したいと思うでしょうか。彼らは教師をそこへ置いていきたいと思うでしょう。でも彼らはエリシャに一緒に行ってくれるように頼みました。第二列王記6章4節、彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。さて、小さな悲劇が起こります。小さな悲劇と言いました。なぜなら、普通の人ならこれはつまらない出来事と呼ぶところだからです。第二列王記6章5節、一人が材木を切り倒しているとき、斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んでいった。ああ、我が主、あれは借り物です。斧の頭をなくしても私たちには大したことではありませんが、でもこのかわいそうな学生にとっては小さなことではありませんでした。事実、これはとても大きなことです。現代は小道具の時代で、金物屋店に行けばおよそ15種類もの斧の頭を手に入れることができます。でもエリシャの時代は斧の頭はものすごく大切なものでした。なぜなら、鉄製の道具や武器はひどく不足していたからです。第一サムエル記13章22節、エリシャは彼のすべての責めを免除しました。彼は不注意ではありませんでした。実際、とても注意深かったのです。明らかに斧の頭が取れる危険があり、神様がそのことをモーセの律法に含まれるほどによく起こったのです。申命記19章4から5節3章。神様がこの定めを作られたのは、これが明らかにかなりしばしば起こることだったからです。彼は神学校の貧乏学生だったので、この当時、斧を自分で買うことができなかったのです。エリシャの関心に注目してください。神の人は言った。どこに落としたのか。エリシャは彼を試す必要がありました。この若者が、斧の頭が正確に水のどこに落ちたかを知っていたことに注目してください。ヨルダン川は泥水でしたから、エリシャはどこに落としたのかと言ったのです。水は澄んではいませんでした。第二列王記6章6節、神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。これは奇跡でした。そしてこれを説明することはできません。これは一つの奇跡です。ヨルダン川の川底にあった斧の頭がコルクのように浮かぶのは奇跡です。泥水のヨルダン川の川底で静止して、斧の頭がびっくりすることには、水の表に上げられ、蘇らされ、持ち主に返され、絵に付け直され、もう一度役に立つように実利的、機能的にされました。これは本当に他のものよりも偉大な奇跡です。今日の人間はあの斧の頭のようです。絵から取れてしまっているのです。彼は落ちました。完全に堕落しています。エリシャは枝を切りました。彼はその枝を死の水に投げ込みました。この枝はキリストの十字架です。
主はその十字架に降りてこられ、あなたや私のために死の水に入っていかれたのです。第一ペテロ2章24節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。人間は今日キリストを通して死と裁きの水から上がることができます。自分のための神様のご計画と目的という絵に付け直されることができます。そして神様のご計画に組み入れられることができるのです。もしあなたが泥水のヨルダン川の底に沈んだ古い斧の頭であるなら、生きている価値はありません。キリストがあなたをご自分の十字架、つまりあなたや私のための主の死によって引き上げてくださり、主のご計画と目的に戻してくださった時に、人生は価値のあるものになるのです。今日私たちはどれほど神様を必要としていることでしょう。今日の最大の奇跡は月に行くことではありません。火の戦車に乗って天に上げられることでさえないのです。むしろ私たちがまだ罪人であった時にキリストを信じて天国の一番高いところに行くことなのです。この世の泥とぬかるみから引き上げられて、私たちの人生に意味を与えられ、神様のために生きることができるようになることこそが最大の奇跡です。第二列王記6章7節、彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。主はあなたのために死なれたのですから、あなたがしなければならないことは、ただ信仰の手を差し伸べて、それを取り上げることです。主はあなたを引き上げるために蘇られたのです。あなたの今あるところからしなければならないことは、ただ一つ、信仰の手を伸ばして、主を信じることです。次のエピソードは、とても聞き慣れた響きから始まります。まるで新聞の朝刊のページから出てきたようです。アラムの王がイスラエルと戦っていたとき、彼らは長い間戦争をしていました。実際その時でさえももう古い争いでした。現代のイスラエルとアラブ戦争の争いにははっきりした聖書の背景があるのです。さて状況を見てください。第二列王記6章8から11節。アラムの王がイスラエルと戦っていたとき、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。神の人が警告すると王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。アラムの王は動揺しました。なぜなら彼が立てる一つ一つの計画と彼が行く一つ一つの場所が全てイスラエルの王にバレてしまっていたからです。彼は自分の陣にスパイがいると結論しました。彼は自分の軍隊を集め裏切り者を暴き出そうとしました。お前たちのうちの誰がイスラエルの王のために働いているのか。正直裏切り者は誰もいませんでした。彼ら全てが王に忠実でした。第二列王記6章12節。すると家来の一人が言った。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。預言者エリシャはアラムの王の寝室までも盗聴し、彼が言ったすべてのことを知っていました。そしてこの当時彼らを盗聴した方法は主がそれを彼に明らかにされたというものです。そこでアラムの王はエリシャを亡き者にしようと決めました。王は最初にエリシャがいるところを偵察する人々を使わし、彼らはエリシャがドタンにいることを確かめました。エリシャの本拠地がこの場所にありました。アラムの王は軍隊を送り、この場所をすっかり取り囲んでしまいました。エリシャのしもべはエリシャに言います。町は取り囲まれています。降参する方がマシでしょう。私たちに望みはなさそうです。この状況の下で何ができるというのでしょう。第二列王記6章16節。すると彼は恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。それはむしろ非現実的でした。なぜならここにシリアの軍隊が外にいて、エリシャは彼のしもべとたった二人だけでした。そしてそのしもべは死ぬほど怖がっていたのです。そこでエリシャは祈りました。彼の祈りは興味深いものです。第二列王記6章17節。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。これは神様の者たちを取り計らう、神様の定まった方策でしょうか。多くの生徒たちは恥ずかしさに頭を垂れて言います。私はそのような経験はしたことがありません。神様からのそのような導きも受けたことがありません。きっと私が神様との接触を失ってしまっているか、それとも神様は全く私を支持してはおられないのでしょう。ヨセフの兄弟たちは彼に対して陰謀を企みました。奴隷に売られることは当時死ぬよりも悪いことでした。
奴隷に売られることは生き地獄でしたが、この17歳の若者に起こったのはまさにそれでした。そして彼は神の人だったのです。火の戦車が目に見えないからといって火の戦車はそこにあるのです。私は奇跡を行ったエリシャの人生よりもヨセフの人生に神様を見ての証拠を見ますが、それでも神様は一度もヨセフに現れませんでしたし、ヨセフのために奇跡も行われませんでした。でも神様はこの災害と思われることを用いられ、ヨセフは人生の終わりにそれを認めています。彼は兄弟たちにこのように言うことができました。創世記50章20節、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。そしてドタンには火の戦車があったのですが、別の仕方で使われるべきものだったのです。第2列王記6章18節、アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈って言った。どうぞこの民を売って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り、彼らを売って盲目にされた。エリシャはとても不思議なことをしました。彼は神様にアラムの軍隊を売って盲目にしてくださいと祈り、神様はその通りにされました。その後エリシャは彼らすべてをサマリアに導き、自分は彼らをエリシャのいるところに導いているのだと言いました。彼らがサマリアに着いた時、エリシャは彼らをサマリアの王に引き渡しました。王は彼らを殺したかったのですが、エリシャは言いました。殺してはいけません。彼らに食べさせ送り返しなさい。第二列王記6章23節、そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて後、彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからはアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。エリシャによって代表されたイスラエルの神様の力と慈悲深さが、アラムの王を本当に揺すぶったのでしょう。彼はイスラエルに対する戦いを放棄しました。ところが次のエピソードで見るように、後になってベンハダテ、ついでながらこれは正規の名前というよりは肩書きですが、再びサマリアを包囲攻撃します。第2列王記6章24から25節、この後アラムの王ベンハダでは全軍を召集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳥の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。飢饉があまりにもひどく、ロバの頭がとんでもない値段で売られていました。ロバの頭にどれほどの肉がついていたのでしょう。おそらく茹でてスープかシチューにでもしたのでしょう。彼らは本物のインフレを経験していました。次の数節には彼らが実際に自分たちの子供を食べていたという恐ろしい事実が明らかにされています。絶望的な食糧難のためです。第二列王記6章31節、彼は言った。今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。なぜ王がこの包囲攻撃の恐ろしさをエリシャのせいにしたのかは分かりません。おそらく王は奇跡的に食物を提供するのはエリシャの力であると考えており、彼がそうしないために王は彼を処刑しようとしていたのでしょう。エピソードは次の章に続きます。これはこの人エリシャの人生でもう一つのドキドキするような出来事です。